このオンボのこの目っていうのがホルスの目の、まあ、シンボル。だからよくいろんなところで目をね見たんだよね。国王に着きました。3つ中を通って港に着きました。あとでね、2時間ぐらいで着きましたね、コンモンボの町。朝3時から起きてるので、これからコンモンボ神殿に行きます。ここはその近いらしくて、あんなから歩いていくそうなんです。ちょうどね、夕日が当たって少し神々しく見えますね。コモンボのオブ、オブっていうか、コモンボのコム、オブはゴールド、金っていう意味ですね。左がコム、こっちがコム。 But as we said before、コラムの。Here supposed to be the table, the offering table. 一番上のところに色が残ってるの。すごいね、オリジナルの色なんだって。ね、そのブルーと赤と。And the king should be in the middle, and he should give the key of life.この3人の神様がこのファラオ王様をピューリファイというんですけど、ちゃんとあなたは王様になれますよと王位の検証を見守っているという感じ。クレオパトラのお父さんだって、プトレマイオス12世。ここからコラムがあります。綺麗だわ。これはこれでまた素晴らしいの。どこにでも素敵な。これがプトレマイオス12世の名前が書いてあって、両側にコブラが守っています。トレマイオス12世のキングが両方から女性にあなたは認められますよと言われているような絵だそうです。南から北からの2人の女性。エジプトにいるんだなっていう思いがあります。空にはちょっと見えないかもしれないんですけど、三日月が綺麗です。これが
がホルスの目ですね。そこに鳥がいます。がシンボルですね、ホルスの。そしてここが上がイシス、そして下がネフテスの2人の女性が、今から子供を産もうとした台に乗せています。それから子供を産もうとして座っています。これですね、これがね、ミイラを作る時の機械だそうです。機械というか、これがミイラを作る時の用具ですね。このなんか鍵みたいの中から脳髄を取ってとか、これがナイフだとか、いろいろあるようです。これは本当にすごいね。このオンボシンデも今、夕刻のいい時に来て、なんかリリーフが生えていて、建物も本当に、なんか情緒があるんですよ。本当に遺跡に来てるっていう感じ満載です。わあ、ねえ、このさ、本当になんかこのマシンでして、ライティングが素晴らしく、もう本当ベストタイムに、ね、来てると思うんですけども、面白いです。ここに本当にこの絵だって、これがファラオ、片腕を食べてる、片腕を食べてるっていうのはすごいね。今時刻が5時20分なんですけども、そのね、夕日が沈んでこの宮殿を見るのが本当に建物が素晴らしいんですけど、この中のレリーフのこの指がね、いろいろあって、そこら辺を見るのがもうここの楽しみの一つですね。いろいろ勉強になります。ちょっと歩こう。建物も素晴らしいんだよね。歩いて行きましょう、中までね、もう一度。それでも2000年前の話だからね、ここ作れたのが。気が遠くなるの、このエジプトの文明。素晴らしいですね。で、リーフ一つ一つに全部絵が描かれてます。そして全部意味があるの。神様の話とキングの話。それがもうすごいコンプリケーティブなんで、いっぱいね、神様の名前も出てくるし、でも今日覚えたのはホルスとソビック。やっぱりね、神殿がいっぱいあるんだけど、一つ一つがやっぱり違うから、個性があるから、もう面白いですね。あら、ワンちゃんがいる。あるな。これもストレートの遺跡の中を自由に歩き回る子犬たち。バイバイ。どうも。わあ、ワニのミイラだ。マジか。ぐるぐる巻きになってる。すごい。4匹います。ワニがね、鎮守されてるの。オブジェです。巻きになってる。すごい。すごいね。これもさ、2000年前だよ。この辺にワニがいっぱいいたんだって。レストランだそうです。今、ちょうどコモンボの停泊している港の横を歩いてます。はい、港に着きました。これから船に戻ります。どうぞ、入って。
セレスタ、モンゴです。セレスタ、ソネスタって有名なの。ソネスタも、どうぞ教えてもらいます。ソネスタも。Okay. おはようございます。今朝の5時半です。綺麗な朝焼けが広がってます。ここはエドブーというところです。はい、今日はね、これからエドブ神殿に行きたいと思います。馬車で、あんなしてくれどうぞ。おー、こんなの OK! OK! Good morning! Thank you so much! Let's go! I'm on the bus! I'm on the bus! I'm going to go to Edobu Shinden! バイバイ。
Okay. Wanchan. この江戸神殿があるということでちょっと待ってます。あと1分、みんな同じ観光なんですよね、この町はね。もう江戸神殿にみんな行く。いや、もう入り口すごい混雑してますね。見てこれね、個人でこういうところに来るのは非常に難しいと思いますね。やっぱりこのクルーズデーとかツアーの方がスペースがすごいですね。これで国で系で、Yes, Garden Kings. Garden Kings. And the king is over attending. Yeah. And we'll go to Luxor, so a lot of kings. Here they are only with my first, second, twelfth. これもすごいもんね、この中。古さがね。見えてきました。あー、ゲートが見えてきましたね。すごいビッグだね。 The goddess, the god of entertainment, if you remember him, he is on the top of the columns. Now you can see the king is feeding from the god's eyes.あ、ありがとう。あ、イエス。本当だ。赤ちゃんのカラーが残ってるのがすごい。トルマヨス、12世。This temple was used by the Christians as a house. They come here to be hiding from the Romans. That's why you see a lot of children on here.江戸府テンプ今ちょうど朝日が6時に開館したので朝日が当たってクリアですね。一番左がキング、そう、そして真ん中がホルスの神様ですね。ホルスの神様は And then アイシス、すごいね。 Very very clear reliefs、うん、あのあそこのラーがさ真ん中にあってさ両方にコブラがある絵がさもうあのステージなの。いや、very deep。この彫刻が深いですね。In the top you'll see the colors? Yeah, color. 本当だ、カラーが残ってる。あのブルーの綺麗なカラーが残ってる。いや、なんかね。もうこのね、どうしてこの最初の大きなこの門、今までってなんかすごい高いですね。しかもあのブルーが残ってるのが素晴らしい。ここの天井にもブルーがありますね。ここからまた中に入ります。あ、このホルスが、おホルス、ね、ホルスのさ神様、これがサラオですね。 This is a king。写真撮るね、写真。はい、そこで。はい、はい、撮れました。うん。あのさ、この大きささがさ、例えばローマの遺跡よりこっちははるかに大きい。いいね。そう、一つのコラムだってさ、見て、この橋ぶっといんだもん。これぐらいの、ここにあるとこあります。永遠の命。そんなに大きい。アンクって言うの。まだ中にある。一番中に黒い人から。どんどん外側が新しいキングと言われてますね。Thank you.
their people do, so they can come here and stop them. They build this wall to prevent them from seeing what happened inside. It's not allowed for people to see what happened inside. That's oh, that's the wall there. Yes. There are also two statues of Horus. The one to the left. Yeah. He's looking very angry. Yeah. Yeah, because he's going to take the revenge of the Spartans. お父さんのリベンジ。ほら、お父さん。ボートがあった。え、何？そこにボート。あ、違う。ボートがあった。あのボートが、ボートこれもボートで、みんなやっぱこの世からあの世に。これからこのエデブ神殿の中にもう一回入ってきます。この中になんかそのこの世からあの世に行くボートがあるそうなんですね。ただ本物はルーブル美術館になんか行く。どうしかって発見したのがフランス人だからマリオットって捕らえちゃった。私このホルスが好き。うわー、もうすごい。このね、この柱がぶっといからすごい衝撃的なんだよ。うわー、なんかはい、みんな分かってます。ねえ、これがさ、ボートっていうことなんだけど、この世からあの世をね、だけど残念ながらレプリカというか、この辺の美術館にあります。おー、すごい。どうですか？ラーの神。ラーの神は太陽神っていうのが分かります。永遠の命、アンコを持っている。みんなアンコを持っている。全員アンコ持っている。これちょっと中入ってみます。すごいすごい。この部屋に入ってみましょう。わあ、綺麗だね。うわあ、超綺麗です。このブルーのね、色がほら、残っていて。綺麗。ちょっと後ろが。お客さん、いいわ、きっと。ポイントだけしながら。なんかさ、似たような絵なんだけど、かわいいね。どの部屋がどういう絵なのか全くわかんないね。でもホルスがわかる。これはホルスです。ちゃんと大丈夫だよ、もう。あそこのさ、上のレリーフすごいクリアだね。してるね。僕もいや、楽しかったね。なんかもう1時間で、あともうまた数十分で船が出ちゃうというか、急いでますけど。
ないっていうのは大変だね。でもよかったね、一応できました。意外とさ、ジムがいろんなとこにあるもんね。体をみんな鍛えてる人多いってことだよね。あ、パン屋さん、そうそう、ここにさっきパン屋さんって思ってた。またね。